自己紹介、自己紹介、まあ、やだやだ、背番号何番のめんどくせえやゴールキーパー以外のどのポジションをやってみたいですか。リアルにポジション変えてみようかなとか。たくさんのオファーが来ていると思いますが、ずっとサンガでプレーしてくださっている理由を教えてください。クラブからオファーがあったと思いますが、たくさんあったんですか。背番号6番本田裕樹です。背番号21番ゴールキーパーの清水圭介です。今日は皆さんの質問にしっかりと答えたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ最初に動画で質問、はい、どうもこんにちは皆さんやるそれ最初に YouTuber の真剣です。真剣です。あんまり15歳原口斗真です。まずは本田選手に質問です。本田選手は強力な外国人ストライカーからも果敢な守備とヘディングでボールを奪い取るプレーが光っていますが、その強靭なフィジカルと高いジャンプ力はどのようにして手に入れましたか。そして清水選手に質問です。清水選手は2015シーズンから在籍し、今シーズンが在籍7年目になりますが、長い在籍期間の中でサンガでの最も充実していたと感じるシーズンを教えてください。今シーズンも頑張ってください。応援しています。すごいね、しっかりしてんな。15歳しっかりしてるわ。でも欲しい、ほんまにそのジャンプ力が欲しい。ないもんな。だってないから一番いるのに一番欲しいもん。ないもん。ほんま欲しい。だからいつもほんま羨ましいっすもん。それある種持って生まれたところはある。やっぱりない。いや、あるとしたらなんやろ、相手に負けないっていうのはあったかもしれない、頭の中で。人一人に対してジャンプ力とかそんなのなくて、相手の目の前の相手に。そうそうそう、まあ、チームメイトもそうやし仲間もそうやけど、この友達よりもっとちゃんとジャンプしようとか、対人負けそう、もっと足速くなろうとかいうのは、子供の頃はあったかな、ずっと。まあだからそれはまだちっちゃい時からのあれなんですね。なんか遊びの中で自然と、ね、まあ結構遊んでたけどね、外で。野球とかした？野球もしたけど、うん、打つのはね、めちゃくちゃ下手だったよ。守備はもうけど、守備は好きだったけど打つのもう無理と思って野球やめたね、うん、僕とか来た1年目はすぐ怪我しちゃったんですけど、2015年。だけどまあ復帰してからは結構自分の中でもいいパフォーマンスで過ごしてましたし、まあ、その勝ちが多かったかっていうとそうでもないですけど、まあ、充実した納得のいったシーズンではありましたね、パフォーマンス的にも。でも今年は個人的に、うん、個人的にまあまあキャンプがね、いろいろありましたけど、うん、まあ、チームのことも考えなあかん年になってきてるし、ね、ベテランになってきたらやっぱ若いやつってどん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 選手が出てきてね。何考えてるの？何考えてる？いや俺若い時やったらもうほんまめっちゃ変わるんですんだけど、うん、その顔で誰かブサイクやねん。ブサイクやけど考えろや。あ、そう、うん、そうだ、ほんまだからめちゃめちゃ出してたけどこれじゃあかんなっていうので、まあちょっとずつね、キーパーなんか出れへん時の長いし、まあそれは人によって違いますけど、うん、まあ、中でもうまく腐らずに、まあ、チームのことも考えるけど、結局やっぱ自分自身のパフォーマンスだったりとかそこにやっぱ返ってくるから、だからまあ自分のコンディションだったりモチベーションっていうのは下げないように、うんうん、意識はいつもしてますね。まあ、本当難しいですけどね。本田選手のプレーから勇気や感動をもらっています。そんな本田選手に質問です。副キャプテンをお願いされた時や実際やってみてのお気持ちを教えてください。よろしくお願いします。副キャプテンやってみて。もも副キャプテンキャラじゃないからな、完全に。今までしてきた？ないよ。したことない？ないないない。大学の時もない。あ、そう。副キャプテンね、どうなんやろ
言われた時どう思った？言われた時、正味何も思わんかったね。嘘、フックだからキャプテンじゃないから、ね、支える方やから、まあ喋るの得意じゃないんで、そこは不安やったっすね、だから張さんとも話して喋るの苦手なんでっていうのは話し合いましたけど、試合中めちゃくちゃ喋ったのにな。試合中試合中あれ文句言っただけだから文句言っただけだから、なんか意味ないこと結構喋ってるから、試合中は意味ないっていうか、そういう指示とか、ヤジとか、味方に対して結構ちゃんとやってない時とかは、味方の選手がもっとなんかタラタラしてるプレーしてたりすると、まあ、あのコブじゃないけど、そういう声を結構出すから、言ってるもんね、そういうのは自然とできるかな、せやから副キャプテンになったからってそんな自分のプレーを変えるかって言ったらそんなこともないし、まあパフォーマンスは維持して、まあ、責任感はちょっと強くなったかもしれない。確かに。けど、あんまり変わらんね。まあ、プレーで示せるもんな、本ちゃんは。せやな。ね、余裕やろ。プレーの声でな。余裕やろ。勝つ入れないんだね。せやな。清水選手、長い期間京都サンガのために戦ってくださってありがとうございます。そんな清水選手へ質問です。富永コーチの練習は鬼とよく聞きますが、今まで在籍されたチームのコーチの中で一番きついですか？よろしくお願いいたします。後ろもなんかきつくないよ。ユニフォームもなんか写真もあるし、なんか全然きつくないよね。富さん、よいしょ。まあ、キャンプの時はきついですけど、それよりやっぱあれですね、シュートがすごいですね。シュートの威力とかパワーが、それはやっぱ今まで在籍で してきたチームの中でも、やっぱ一番のパワーの持ち主のキーパーポジション。マスター筋トレしてるもんね。200キロぐらいのなんかこのカーフレーズでしたっけ、それでなんかやってるみたいで、自分もだってアップしてるもんね。そうそうそう、キーパートレーニングするために自分がしっかりと体を作り込んでね。そうそう、練習自体はまあ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 きついけど、まあでも他にもね、きついキーパーコーチもいましたし。キーパーきついよ。きついね。まあ練習がきつくてなんぼっていう感じなんでね。アスレチックやろ。アスレチック飛んで立って飛んで立ってとかさ。俺らの練習と違うもんね。違う、全然違う。まあだからそこにほんまなんかどんだけ自分でなんか高めれるか、楽しみを見つけれるかとかですね、やっぱ。じゃないとあんなのシュート練習もね、あんなもう何本もこんな近いところからつけたりとかできないっすよ、正直。ド M だ。いや、ド M や、ド M じゃない、できんよ。ド M じゃない、できんよ。できん、絶対できんよ。そうだ。そうやね。あんなもうド M じゃない、絶対。そうやな。じゃあ、シュートド M だよ、キーパーだと思うけどな。トミさんがドですかね。かもしれないですね。本田選手の熱くて献身的なプレーが大好きです。それでは質問です。本田選手は今年で京都サンガに来て6年目になりますね。毎年たくさんのオファーが来ていると思いますが、ずっとサンガでプレーしてくださっている理由を教えてください。これからもずっと応援してます。ああ、本ちゃんも6年目やねんな。意外と長いな。長い。クラブからもオファーがあったと思いますが、たくさんあったんですか？サンガでプレーしてくれている理由を。サンガね。でもあったやろ、オファーは。まあ、ないっすよ。別にたくさんで、たくさんでいいやけどね。ないっす、ないっす、ないっす。あ、そうな。まあ、京都さんが来た理由は、まあ、前の教科部長とかに誘われて来
たんですけど、まあその時、その時っていうかもう今もそうなんですけど、人のつながりっていうのをすごい大事にしてて、まあそれで京都サンガに来て J1 昇格を一緒に成し遂げようやっていう話をして来たんですけど、まあそっからもう6年目、うん、サンガも、まあ、僕自身は毎年毎年 J1 昇格もうしなきゃっていう毎シーズン過ごしてて、J1 昇格できなかったっていうのは5年もかかって、正直自分自身もすごく辛くて、まあ毎年勝負っていう気持ちでやってるんですけど、まあ、京都サンガで今は J1 昇格したいっていう気持ちが一番強くて、今年もやってます。はい、その答え待ってた。待ってた。みんな待ってた。待ってた。そういうことや。ありがとう。はい、素晴らしい。照れになって。照れになったんじゃ。まあその間ではいろいろあったよ。間に、中にね。はい、それはもちろんね。中にね、うん。それはもちろん。あったけど、って感じですかね。京都府在住、三田龍之介、32歳です。よろしくお願いします。本田選手に質問です。どうしたら、パソコン、ゲーミングパソコンを買ってもらえますか？その、奥さんへのアプローチを教えてください。よろしくお願いします。もうええ。ゲーミングパソコン、作ったらいいんじゃないですか？何でもないからゲーム。そうやな。ほんまに。で、本ちゃんがゲーム好きって言うともみんな知らんやろ。外のサポーターの方は知らん。まあ多分知らんっすね。そう。知らん？いや知らんでしょ。そこアピールしといた方がいいんちゃう。うん、いや上手くないよ。まだまだないよ。これはもう本当に。だって何しても何しても。この前フォートナイトとかもそうですし、今はまあエーペックスとかやってるんですけど、まあ上手いっす。もうすぐもう。ね、後から始めてもすぐもう一番上にチームで一番上に行っちゃうから。ちなみにケイスケは、まあ、僕はケイスケはねセンスなさすぎるわ。これはゲームの、ゲームの、うん、ゲーミングパソコン、うん、どうやって買ったのアプローチ、お奥さんにアプローチ、奥さん、そうリュウちゃん知りたがってるからそこはもう家族家庭の問題や。家庭の問題やね。なあ、うん、でも勝って事後報告でええんちゃう、うん、そうやと思うよ。うん、できますそれ。うーん、あーできないかなあーできないかな事後報告できますね。本ちゃんはまあいつも事後報告いつも家に何か届いたで。それでさ、仕事のさモチベーションとか上がるやったらよくない？まあその3回に対していいと思う。まあまあまあな、まあリフレッシュだしな。そうそうそう。海外のさ、選手もやってるやん。要はゲームでさ、うん、超有名プレイヤーと。あー見たことある。コラボしたいっすけどね。ね、そういうのできたら別にもう、うん、教えてほしいしね。すごい選手に。そう。選手やろ、もうだって e スポーツあるし、サンガにスタジアムに e スポーツの部屋あるし。教えてほしい。あ、ほんますか。そうそう、えー。そこでね、なんか確かに企画できたらな。来ていただけるとか。うん、清水圭介選手の質問です。どうしたら、あんなにボールをしっかりキャッチできるんですか？真面目にお答えください。真面目かよ。真面目に、まあ、ボールをだからしっかり見て、うん、真面目キャッチ。三角形とかあるでしょ。三角形、別にさ、三角形ってそんなね、うん、別になんかまあ基本的にはそうやって言うんですけど、うん、もうとりあえずもうどんな形でもキャッチできたらもう OK やと思うんですよ。だからその構え方も人それぞれあるじゃないですか。まあだからシュートも結局キャッチ得意じゃないと思うんですよ。まあ言うだから去年の開幕戦とか特にね。ああああああ、やめろお前それ。あれキャッチでしょ。あれはキャッチ、キャッチしに、キャッチしに行った、しに行ったキャッチしに行ったけどちょっと、うん、ちょっとわかんなかったな。まあだから言うたらほんまに、だからもう止めれたらいい
いいんすよ、うん、どんな形でもどんな姿勢でもどんな手の形でも、うん、だからまあだからボールしっかり最後まで見て、うんうんまあ、ボールを大切に扱うって感じですね。だから赤ちゃんを抱くような感じかな。だから自分の首の座ってない赤ちゃんがなんか激しくしたりしないじゃないですか。だからもちろん優しく感じでそうボールを優しく扱う。パンチング、パンジンはなんか嫌いな人の顔を思い込んだりとかよく昔は言いましたけど、ね、あ言うんや、うん、言います言います、そのぐらいも思いっきりこうなんか殴ってとか。キャッチとさパンチングの基準は何なの？だからある程度この相手の選手とかもさ見えんの？なんか見えるやん、見えるっていうかその見えるやん、見えるわシュートを打たれる前にさ、だいたいこの辺におるとか分かるじゃないか。だからそっちに来て、このボールもし弾いたら詰められそうやなと思ったら弾くしとか、うん、判断ミスが多くなるやっぱり。そんなことない？キャッチ、あーここキャッチしとけばよかったなとか。あ、あるある、全然ある。あるよね、うん、あるある。だって見ててもあるもんね、うん、でもそこは多分自分でなんか怖い部分があった。あるよね、見えてへん部分とかね。そう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 、どんだけセーフティーに行けるかっすね。京都府在住7歳咲ひかりさん。清水圭介選手は兵庫県の滝川第二高校出身だとお父さんに教えてもらいました。私は小学校に入って担任の先生がとっても素敵なので将来は学校の先生になりたいなと思っています。滝川第二高校やそれまでの小中学校で会えて良かった先生や面白かった先生がいたら教えてください。はい、はい、すごいですね。7歳やのにそんなね、小さい時からそんな夢を持って素晴らしいですね、うん、特に印象強かったのは小学校5年生の時の木下先生っていう先生はなんかすごく面白くて生徒のことをすごく考えてくれた先生っていうのがすごく印象強かったですね。であと高校の時の黒田和夫監督、まあ、もちろんサッカー部の監督もあるんですけど、うん、本当に選手思いで生徒思いですごく、まあ、もちろん悪いことしたらすごく怒ってくれますし3年間担任だったっていうこともありますけどすごくお世話になった先生ですね。悪いことした？僕はしてないです優等生な。でも授業中とかも一回も寝たことないです僕。絶対せやほんまにない。すごい。マジですごい、ね、それはすごい。ああ、じゃあ次、亀岡市在住、22歳、本田選手大好きさん。ああ、大好きや。ペンネーム。本田選手の熱いプレーにいつも感銘を受けています。いつもツンツンされている印象ですが練習中での笑顔の写真を見るとツンデレキャラだなって思ってしまいました。本田選手はチーム内で自分はどんなキャラだと思いますか？どんなキャラ？これ言っていいじゃん。いや、 やっぱこうね周りからこう移籍してきた選手っていうのはやっぱすごく怖いみたいなんですよ最初。ツンツンしてそうしてないから。まあまあそうやな。ツンツンっていうか、まあ、いいよ金髪やし、うん、こんな感じ怖いから。俺ね、俺まあまあ人知れないなんすよ。あ、ほんとやな。だからね、初見さ結構きついんですよね初対面とか、うん、そんな仲良くまだなってない人とかは、うん、ちょっと警戒するんだよ。そう、警戒というか喋りづらいっていうか、うん、話すことも人見知りだよね。そう、自分から話すこともあんまないから、うん、まあ、基本的にあんま喋んないよ。喋、うん、らん、うん、家の中でも。そうだから僕キャンプ3年、4年連続ぐらい一緒の部屋やったんですよ2人部屋で、うん、ほんまお互いが僕もあんま喋るの得意じゃないからね、ほんまお互いがお互いの雰囲気、時間で過ごしてみたいな。もう無よ。ほんまに無っす。マジで、うん、意外よ。そう、喋ることないもんね。ないな。まあ、ツンデレキャラには見えるかもしれんな、外から見たら。一見ね。あ、一見ね。そうそうそう。僕のでもキャラが ね。でもすごく優しいし、うん、いいやつですね。どれがいいやつやん。いや、本当に京都市永楽庵のお蕎麦食べたいさん。食べたいさん。永楽庵か。
清水選手に質問です、はい、インスタグラムのアカウント登録されているのに、はい、投稿されてなかったので質問したら面倒くさいから投稿してないとお伺いしました、はい、最近ストーリーも含めちょくちょく投稿されていますが、はい、他の選手の影響ですか、それとも心境の変化教えてください。エラカーもそうです。これからもっとたくさんの投稿待ってますのでぜひともお願いします。これからも応援してます。あります。俺偽物じゃん。偽物かな。俺そんなん多分返したのかな。でも多分僕1個なんか変なアカウントあるんですよ。なんか僕が多分作ってないやつ。偽物とか偽アカウントみたいな。偽アカウントかわかんないです。投稿してんの。してる。結構気分じゃないっすか。なんで気分やし。最近でも多いっすよね。いやだからそれはあれですね、もうなんか一心。何一心って。一心、一心チームスローガン。チームスローガン、一心。今のやばいで。今のやばい。一心って言って発音残してくれた。一心、一心やって。オッケー、ごめんなさい。そう、高校の時の友達から、まあ、プロサッカー選手やのにフォロワー、その時でも1000も行ってなかったんですよ。800ぐらいやったから、まあ、公式つける前で、うん、まあ、そんな少なかったらちょっとやばいでみたいな、もったいないでみたいな言われたんですよ。牧野選手とか、うん、森脇選手とか、森君の車いすとかですよ。あんなもふざけて投稿してるようで、あれもめっちゃうまい、まあ、ビジネスじゃないけどいい方法やみたいな。お前のそのファンをつけるためにあえてあのふざけたけ投稿をまあ載せてるんやみたいな。ガチ説教する。そうそうそう。友達やろ。でもそうそうそう言ってくれてるな。正直得意じゃないんですよ。なんかこう自分のことをなんか載せたりとか、うん、俺も無理っすね。そうだから今はちょっと頑張って、うん、楽しみにしてる人もな。そうですね、いただくださってくださるんでちょっと頑張って面白い顔できる。面白いです。めちゃくちゃおもろい顔できる。あんなボーンやで。ほんまに分かった。ボーンやん。変顔、うん、変顔しか知ってないから。めちゃおもろい。クオリティ高すぎもん。ちなみに本ちゃんはなぜ SNS をしないんですかっていうのも聞いてある。もうやらないよ。やり方わかんない。ゲームはなそんなに詳しいのに。あのそう。投稿の仕方もマジでわかんないね。こだわらず。あ、そう。メカに強いんか弱いんか。わからないよね。そう。あんま気にしないから、だからやりたいと思わない。思わんこと。でも人の見るのは好きやろ。人の見るのは好きよ。やろ、まあ、見る専門ってことだよ。そう、見る専門、見る専門。みんなと一緒。みんなと一緒。みんなって誰よ。サポーターの方たちと一緒ってこと。そういうことね。京都市在住31歳、スパーキーさん。本田選手への質問です。はい。本田選手といえば高い跳躍力と空中戦の強さが売りですが、競り合ってこいつはやべえと思った選手を教えてください。みんな知ってるよね。言ってみ。あ、いいですか。リスクからいいの。多分あれです。本当沖縄のアウェー遠征の時にちょうど聞いたんですよ、うん、あ、パトリック選手です。正解。正解。はい。言ってたな、パトリック言ってたな。やばいらしい。正解。頑張る、まあ、頑張るな。頑張ますね。ダントツ。何が違う他の選手と。なんなんやろね。なんかもうそう、もうまずね手で押す。あ、ごめん、いいよ、いいよ。俺が体験した。正解、正解。なんで知ってるの。セリアさん押せたの。セリアさん押せたの。正解。ポジショニングとかがいいんかな。うまいんかな、多分。うん。さっき飛んでも遅れてコーンってちょっとやられて、うん、ちょっとゼロじゃん。ジム無理。そう、ね、ボールにアタックで届かない。あ、そう。あとはね、強い。そうやな。シンプルに。シンプルに。早いしな。うん。ケネディとかやってないもんじゃん。やってる。あれまた違う。強い。あれはね、あれも腕の力半端ないやろな。そう。えぐい。腕ないか。腕か、やっぱ。この辺かな。あ、そう。でもケネディ、女子やとかも細いじゃん。うん。うん、だけど強い。J2 やったら、J2 やったら、うん、J2 中やったら、ここ最近とか、なんか、あんま分かんない。ああ、さすが。すごい。さすがっすね。でもね、怪我してからあんま飛べへんくなったんですよね。アキレス腱。ああ、アキレス腱な。
これ悩み今ずっと足遅なったってそうめっちゃ早かったもんな足も早かった足も遅なったしアジリティもなんかとろなったしジャンプ力もねジャンプ力はそんな分からんけどうんなんか違うのそう飛ぶときは別に大丈夫なんですけど助走のときとかあるかなあんちゃんしか分からないんだよな誰かいましたあんちゃん俺ヘニング強ないからみんな強い思ってたよ本ちゃんの方蹴ってくるよってずっと思ってたもんこっち蹴んなよだめねそういう時限って言ってちゃんとスカウティングしてるチームは俺の方に蹴ってくるよ頼むわあれだっけえセンターアップ一緒に組んでたの一昨年ぐらいか一昨年そうやねで去年も分かれば3年前の頼むから、本ちゃん蹴ってセンターアップ2枚に行くとだけそうやったな最初俺のとこ来るときもあるよ、うんうんうん、けど変わんねんなあいつはもう勝てへんそうそうそうあっち蹴るやん後半の方に変わるえ、あんちゃん行ったら頑張ってやそうそう、言っとんの試合中にあ、泣けんなあ、おもろかったわだだあんの気温だあっけな、ほんま OK、じゃあ、最後清水選手へ質問です、スパーキーさん一緒だねはい長年守護神としてたくさんのセーブありがとうございますゴールキーパー以外のどのポジションをやってみたいですか理由を含めて教えてください、はい、そうですねでも結構これプロ入って、まあ、試合出場できない期間の方が長いんですけどその時に結構リアルにポジション変えようかなとかほんまにほんまに思ったことは何回かある俺ポジションはセンターバックなんですけどセンターバックはまあやりたいなってのは思ってますああそう、うん、それいけると思うのいやなんかこれしてみたらどうやわでも考えると結局も足遅いし体力ないからやっぱ無理よなって結局最後そこに行き着くんですけど、うんでもセンターバックやったらちょっとしたいなっていうのはありますだって大変よセンターバック知ってるよ舐めてるとかじゃないですよ、うん、お二人のことを舐めてるとかじゃないですけどやっぱなんかそんぐらいなんか自分もあこの先どうしたらええんやろうとか結構もう考えてる時にポジション考えてみたらあのディフェンスとかしてみたらどうやろうとかちょっと考えたりしたことはありますけど、ほんとそのぐらいですよ俺センターフォワードやりたいけどねあそう、うん、点取りたいやっぱ点取りたいっていうか、うん、途中からって言うよ3人じゃなくていいあそうこの辺も長いスタッフなセンターフォワードでベンチあれねベンチの時はね交代枠でセンターフォワード使ってほしい毎回もこの前も言ってましたよこの前してる時は俺出してんのかなあけて収めるけどなあけてそう収めるって余裕よなそうそうそう簡単やろって毎回思うわそれはセンターフォワードでねいやそれはフォワードやりたいよみんなやりたいじゃん花あるしさ得点取りたいよみんな点取りたいよディフェンスか意外やな絶対フォワードだよ、まあね、まあディフェンスのことは軽く見てるといやいや見てない全然見てない全然見てないですけどめちゃめちゃ尊敬しますよ大変やなセンター大変大変今シーズンもしっかり戦って J1 昇格に向けて頑張っていきたいと思います応援よろしくお願いします、今シーズンこそ J1 昇格果たしたいと思います皆さんの熱い応援よろしくお願いします、この動画が良ければチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますお願いします皆さん、お願いしますよ。オッケー、ありがとう。ありがとう。